西洋の死神オーストリア、デュルンシュタイン氏の修道院の彫刻、ろうそく消しを溶接する死神を示す古代のイラスト。死神とは、生命の死を司るとされる神で、世界各地に類似の伝説が存在する。冥府においては、魂の管理者とされ、落語など様々な娯楽作品にも古くから死を司る存在として登場する。西洋において、 死の概念が擬人化されて生きた骸骨として描かれるようになったのは中世以降である。伝承における登場人物として大釜を手にした姿をしていることが多く、間もなく死を迎える人間の魂を集めていると言われる。イギリスとドイツでは死神は男性として表現されるのが一般的だが、フランス、スペイン、イタリアにおいては女性の姿をしていることも 珍しくない。1800年代の後半から英文学において死神というキャラクターはグリムリーパーの名で知られるようになった。グリムリーパーという言葉が最初に文献に登場するのは1847年のザ・サークル・オブ・ヒューマン・ライフである。それ以降、一般的に大釜、もしくは小ぶりな草刈り釜を持ち、黒を基調にした。 傷んだローブを身にまとった人間の白骨の姿で描かれ、時にミイラ化しているか、完全に白骨化した馬に乗っていることもある。また、足が存在せず、常に宙に浮遊している状態のものも多く、黒い翼を生やしている姿も描かれる。その大鎌を一度振り上げると、振り下ろされた鎌は必ず何者かの魂を取ると、言われ、死神の鎌から逃れるためには、 他の者の,の魂を捧げなければならないとされる。心霊写真においては、鎌を持った死神が映ると命に関わる危険の前兆で、たとえ鎌を持っていなくとも何らかの危機が起きるという迷信も存在する。基本的に、死神は悪い存在として扱われることが多いが、死神には最高神に仕える納府という異名もあり、この場合、死神は死を迎える。 予定の人物が魂のみの姿で現世に、さまよい続け悪霊化するのを防ぐため、冥府へと導いていくという役目を持っていると言われている。こうした一般的に想像される、まがまがしい死神の姿は一種のアレゴリーであり、死を擬人化したものである。神話や宗教、作品によってその姿は大きく変わる。時には、白骨とは違った思考の不気味なデザインとなることもある。 日本では神話におけるイザナミや、冥界の王とされる閻魔が死神とみなされることもあれば、西洋における死神とは異なると考えられることも、ある。死神という言葉そのものは、江戸時代以降、例えば、近松門左衛門による神獣をテーマにした人形浄瑠璃や古典の書籍に見られる。戦後に西洋の死神の観念が日本に入ってきたことで、 死神は人格を持つ存在として語られるようになり、テレビドラマや漫画、ゲームなど様々なフィクション作品に登場するようになった。多くの文化では、その神話の中に死神を組み入れている。人間の死は誕生と共に人生にとって重要な位置を占めるものであり、性質上悪の存在的な認知をされているが、ほとんどの場合死神は、 宗教の中で最も重要な神の一つとされ、最高神もしくはついでくらいの高い神となっている、場合が多く、崇拝の対象にしている宗教もある。この場合、単に死神崇拝といっても、絶対的な力を持つ神の能力の一部に、生死を操る能力があるなど、いわゆる邪教崇拝だけではない点に注意するべきである。穀物生成や輪廻天章に関連付けられる地域では、 死と再生の神々として捉えられることもある。キリスト教などの一神教においては、神は唯一神以外になく、実際に生物に死を知らしめ、それを執行するのは天使である。このためキリスト教では、死神は存在せず、代わりに悪魔が存在する。また、直接死神とは書かれていないが、目視録において第四の封印を開けたとき、 剣と飢餓を持って青ざめた馬に乗った死というものがやってくると記載されている。このものが神によって使わされているという点、そして比喩表現であるということは特筆すべきである。また民話や創作においては、神や悪魔とは別の存在としての死神が登場することがある。タロット占いでは、ダイアルカナの十三番目のカード、ですとしてしまたは死神が使われる。死神は、 停止や損失など不吉な出来事の予兆とされるがカードの組み合わせやデッキから引き出した時の図柄の向きによって死からの再生ややり直しに意味が変化する。著名人の死が報じられると即座にウィキペディアにあるその人物の記事を更新する利用者は死神と言われる。ノイズ、デボラ、エンサイクロペディア・オブザ・エンド、ミステリアス・デス・イン・ファクト、ファンシー、フォークロア アンドモア、ボストン、ホートン・ウィッフ・フリン、P35、ISBN978 から0618823628、ガスク、カール、S ・エス、ザ・ジェンダー・オブ・デス、A ・カルチュラル・ヒストリー・イン・アート・アンド・リテラチュア、ケンブリッジ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、P7、ISBN0521644607、ハット・ザ・サークル・オブ・ヒューマン・ライフ・イズ、A ・トランスレーション・バイ、 ロバート・メンジーズ・オブ・パート・オブ・アン・アーリアー、ジャーマン・ブック・バイ・オーガシト・サラック、シュトゥンデン・クライスト・リッカー・アンダックド、パブリッシュド・イン・1841、グリム・リーパー、メリアム・ウェブスター、2020年9月1日閲覧。メンジーズ・ロバート・ザ・サークル・オブ・ヒューマン・ライフ、エディンバラ、マイルズ・マック・ェール、P11、斉藤・ミユキナ、ウィキペディアにも、男女格差ネット辞典。 男性記事が8割占める。西日本新聞。2021年5月23日閲覧。ありがとうございます。